ようよ、初め代表児玉正明はですね、現役時代、後楽園ホールで、試合をしました。引退してからですね、十日町のキックボクシングの繁栄のためにですね、水沢中学校から最初場を借りて1週間に1回、それから吉田公民館で場所を借りて同好会という形で今まで、十数年活動をしてきました。今回、ご縁がありまして、春から、ジム除雪ということでですね、十日町のキックボクシングの繁栄のためにですね、我々アルンジム今頑張っているところでございます。十日町で初めてこういう格闘技のジムですので、皆様ぜひ新しいものなので、来ていただいて体験という形でも構いませんので、ぜひ一度来ていただければと思います。本当老若男女問わず、今事務所の方おりますので、本当お気軽な気持ちでですね、いらっしゃっていただければ。 Facebook ホームページの方もございますので、十日町アルンジムと検索していただければですね、ジムの内容、練習内容、会員等の、携帯も全て記載されておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。